それではご案内した時刻になりましたので始めたいと思います。どうも皆さんこんばんは。今日は本当に寒い中、そして12月24日という日によくぞ来ていただきまして本当にありがとうございます。本当に、今巷はね非常に騒がしいというか、という状況でしたけれども、皆さんご承知のように先日政府は安全保障関連3文書というのを閣議決定しまして、いわゆる敵基地攻撃能力、反撃能力を明記するというようなことを行いました。また先日来話あるように増税ということで、軍事費を増税で賄うということで、防衛増税とか言っていますけれども、結局軍拡増税であり、トマホーク増税というか戦闘機などを買うために私たちの税金を上げるということをやっているわけです。そしてその一つの根拠とされているのが台湾有事ということで、台湾で何かあったらどうするんだということが一つの根拠を言っているわけですけれども、そうした中でこの台湾有事というのは一体どういうものなのかということについて改めて今日はじっくりと考えてみたいというふうに思っています。今日は作られた台湾有事の構造というテーマでジャーナリストの岡田隆さんにお話を伺うことにいたしました。岡田さんは共同通信の記者として台北ですとか、あるいは香港、そういったところで、あるいはモスクワなどの支局長を歴任をされて、共同通信の客員論説員を今年まで務めていらっしゃいました。そうしたアジア、ユーラシア関係でずっと取材を来られて、取材されてこられた岡田さんに今日はお話を伺いたいというふうに思っております。お話の後に皆さんからのご質問なども伺う時間も取りたいと思います。全体的に8時半という時間をめどに進めていきたいと思いますので、最後までよろしくお願いいたします。私はこの講座を主催しておりますルスナ憲法改悪市民連絡会の星野と申します。今日は最後までよろしくお願いいたします。では早速岡田さんにお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。11年ほど前、やはり市民講座にお呼びいただいて、その時は尖閣諸島問題についてお話をさせていただいた記憶があります。今回今星野さんから、ご案内がありましたけれども、先週岸田政権が、閣議決定、つまり名分会見ではなくて、この憲法解釈と言っていいんだろうと思うんだけども、憲法、事実上その専守防衛という憲法9条宣言に反する大きな戦後の安全保障政策の大転換を、憲法改定なしに行う。つまり憲法解釈で事実上行うという6年前と同じその悪霊をですね、もう一回繰り返したという事実を私は非常に重く受け止めています。座ったままでお話しさせていただきます。お手元を見送りしたレジュメに沿ってお話しますけど、愛前後することがあろうかと思います。正面ご覧いただくと、一般的な戦車というやつですけども、ね、台湾から東、日本の一番西西端にある与那国島に初めて、陸上自衛隊の戦車が上陸をして、アメリカ軍、との合同軍事演習キーンソードという演習をですね、合わせて自衛隊とアメリカ軍合わせて2万5000ぐらいですかが参加する大規模な軍事演習をこの与那国島でやった、その時の写真なんです。与那国島、私は1998年から2002年まで台湾に駐在して取材をしていましたけれども、その時から与那国島
ていうのは頭から実は離れたことがないんですね。まあ、台湾から一番近い日本、大体110キロ、花蓮というあの東海岸の、まあ、あの有名な都市がありますけど、花の蓮とか、花蓮の東、110キロ、与那国島に来ますと、天気の条件がいいときにはですね、台湾島がもっこりこう浮き上がって見えるような、そういう場所もあります。皆さん、ご存じかと思いますけれども、日清戦争で日本が当時の清国、大清帝国を破って、台湾を割譲したわけですね、1895年になりますけども、その台湾を割譲した後、まあ日本領になったわけですけれども、その台湾とに一番近いこの与那国島はですね、当時日本統治財は台湾経済界の一部だったんです。台湾本島から与那国まで500キロ、日本、まあ、本土まで1900キロぐらいですよね。なぜ、台湾経済圏の一部になったかというと、当時から、与那国島には高校がありませんでした。小学校だけ、国民学校。中学に進むには一番早いのは台湾の中学に進むことだったんです。でところが第二次世界大戦をの最中の時もこの与那国には兵隊はわずか3人だけ、軍人いなかったんですね。だから戦後、まあ、皆さんご承知のように沖縄は米軍の支配下、それから米施政権下に置かれますけれども、この間与那国の治安は警官3人が守っていたわけです。今初めて与那国に戦車が上陸した。わずか与那国の人口1500人なんですね。今から4年ほど前、陸上自衛隊のミサイル監視部隊、家族を合わせると200人が与那国島に駐屯した。人口が一気に400人増えちゃったんです。今、1700人ぐらいでしょうか。そのうち200名が自衛隊及び家族ということになります。まあ、なんていうかな、これまで軍事とは無縁だったこの平和な島、皆さんテレビドラマでご存じのドクターコトーの連続テレビ番組の舞台になったところなんですね。その美しい島が今やこの陸上自衛隊の戦車に象徴されるように軍事の島に変わりつつある、そういう時代に今我々は直面している。ということで、この写真を使わせていただきました。今日お話しさせていただくのは、まず最初に先週の、安保関連3文書、口の悪い人は安保関3文書なんて言いますけれども、この3文書の、台湾絡みの部分を抜き出して説明した後、一体そのバイデン政権のアジア太平洋戦略というのは一体何なのか、これを2番目にご説明し、3番目にバイデン政権のアジア政策に基づいて日米首脳がこの2年間台湾有事を念頭に進めてきた新しい安保体制の仕組みを説明します。でその上で3番目に中国にとっての台湾問題、台湾有事、台湾有事っていうけども、一言で言うと台湾有事っていうのは中国が、台湾に武力侵攻する、
ことを意味するわけだけれども、中国にとって台湾っていうのは何なのか、武力侵攻する客観的条件、あるいは主体的条件、中国共産党にとっての主体的条件はあるのか、そのあたりを考察しながら、台湾有事のリアリティについてご説明をしたいと思います。で、最後に一体我々はそういう状況の中でどういう道を取るのか、この東アジアで避難臭い状況が生まれてきた現状の中で、これを緊張激化につなげずに緩和に役立てるために何をすべきかということを結論部分でお話ししたいと思います。それではまず2ページ目というか右側をご覧いただければと思います。先週16日、国家安全保障戦略 NSS という略称がありますけれども、防衛三文書、の改定版が閣議決定されたわけです。いくつか特集を挙げます。ここでは4点挙げたいと思います。まず第一、なぜよく敵地攻撃能力を保有し、軍事費用27年に GDP 2% に倍増させる。まあ、これは明らかに憲法9条が定めている専守防衛、憲法9条の精神に基づく、まあ、これまで政府が、自民党政府がずっと守ってきた専守防衛政策を骨抜きにする新しい政策である。まあ、日本を戦争国家に変質させる、一言で言えばそういった安保政策の大転換になったわけであります。まあ、我々が自民党、公明党により、まあ、与党が憲法調査会で自民党の憲法改定なるものを審議していることをよく知っているわけだけれども、そのたびに、自民党はどうやら憲法改定を目指しているという警戒をするけれども、どうも今回のやり方を見ていると明文憲法改定をしなくても十分憲法解釈で日本の安全保障体制というのはすっかり完全に180度変えることができるんだということを僕らは学んだんではないかという気がします。2番目の特徴、中国をどう見るかということについて、国家安全保障戦略は現在の、これは現在のというか、まあ、過去のになるんだけども、ちょうど11年前、安倍政権が誕生した翌年に、策定された国家安全保障戦略では、国際社会の懸念というふうに表現していた中国評価を、これまでにない最大の戦略的挑戦というふうに概念しました。一時自民党案、これ4月に出たんだけれども、自民党案では、北朝鮮と同様、中国についても脅威という表現をすべきである、という主張が、そういう主張を盛り込んだんですけれども、結局脅威という表現は強すぎる、という、まあ、公明党を取り上げていますけども、公明党連立与党の公明党の反対で、この表現に変わった。まあ、とはいえ最大の戦略的挑戦と脅威ってどれほど違うのと考えてみると、ほとんど脅威視しているというふうに言っていいかと思います。まあ、我々の常識から言うと、安倍さんっていうのは2015年の安保関連法案をご利用した、まあ、タカ派中のタカ派ということになっているけれども、実は彼が18年末、中国に行った時に、習近平との間で、日本と中国との関係について次のように言ったんですね。
日本と中国はパートナーとしてお互い、敵対しないということで習近平と合意してるんですね。お互いごめんなさい敵対しないお互い脅威とならない。で防衛省などの記者会見に行きますと、なんで防衛省は北朝鮮を脅威と認定しているのに、あの1200発も日本に向けて中距離ミサイル、短距離ミサイルを配備している中国を脅威しないんだという質問に対して、防衛省の役人はこの18年の安倍習近平の合意、まあ、お互いに脅威とならないと約束したことを挙げるんですね。でこれなかなか面白い論理で、実際にもし脅威と認定したら安全保障政策上はですね、この脅威を除去しなければ日本の平和を守れないということになる。とするならば除去するために何をするかというと、中国に対してそれこそ1200発といわれるアメリカが言ってるんだけども、日本を含めた日本を含めた1200発といわれる短距離中距離ミサイルの撤去を求めなければいけないんですよね。だけどそれは一応中国の内政問題だから、そんなことはない。そして脅威と認定するっていうのはなかなか大変なことなんです。それが今自衛隊防衛省の基本的な認識と言っていいかと思います。三段落目をご覧ください。アメリカは中国への軍事抑止力を強化するため日本との統合抑止を、強調しています。自衛隊は米軍との一体を求める、陸海空自衛隊と米軍との調整を担う常設統合司令部を自衛隊に設置します。これは有事に入った時米軍との連絡の窓口になります。これはものすごく大きいポイント。自衛隊と、米軍が事実上一体化する、とりわけ台湾有事を睨んで一体化する仕組みがこれによって完成したというふうに言うことができる。冒頭の写真で、ご覧、お見せした与那国の、戦車を含めて今自衛隊は石垣島について宮古島のミサイル配備を、進めていますけれども、南西諸島、特に八重山地域におけるミサイル要塞化を急速に進めているのも、こうした、台湾有事を念頭に置いた日米軍の一体化があるんだということをぜひ頭に、留め置いていただきたいと思います。4段落目、バイデン政権は台湾有事という危機を作り出し日本を主体的に関与させるグランドデザインの、まあ、今回のこの3文書ですね。これはバイデン政権のグランドデザインの中間決算に過ぎないというのが私の認識であります。グランドデザインの最終目的は何か、これはおそらく日本の自主国防化にあるであろう、というのが先週の新防衛三文書の私の読みであります。続いて2番目のお話に移りたいと思います。米中の戦略的対立、まあ、米中新冷戦と呼びたい人もだいぶいるんですけども、まずアメリカが中国
との戦略的対立をどういうふうに進めてきたか、それを概観してみます。トランプ政権は2018年、まず、中国輸入品に 25% の高い関税をかける、そういう、まあ、対中貿易戦を仕掛けたわけです。これが米中戦争の第一段階。第二段階は皆さんお持ちのスマホあるいは携帯、中国で一番大きいファーウェイというメーカーがいますけれども、ファーウェイの排除など半導体 IT 分野でアメリカと中国の経済を完全に分断することを狙う動きに出ました。だから1番2番これは経済ですよね。で続いて、トランプは、まあ、2000年の、で再選を目指す大統領選挙に向けて主戦場をどんどん変えていきます。1番目は19年の香港、それから新疆問題、あるいはコロナを意図的に武漢の研究所から、コロナウイルスをですね、拡散させるんだ、というコロナをめぐる動き、そして、台湾問題と次々に戦場を変えていきます。で最終的にトランプは中国の革新的利益、これは後でご説明しますけれども、つまり協議や話し合いで妥協できない、そういう利益を革新的利益と言います。ちょっと誤解する向きがあるんだけども、10年前私は高校で尖閣問題についてお話をさせていただいたときに、日本のメディアは当時尖閣も革新利益であると、南シナ海も革新的利益と言ってるじゃないかという報道があったけれども、実は尖閣も南シナ海も中国にとって革新的利益じゃありません。つまり中国の領土問題、尖閣を含めますが、基本的な原則は3つあります。尖閣を含め中国が領土紛争の解決を目指す原則は1番目、領土は主権は我が方にある、まあ、これが1番目。2番目に、しかし、領有権紛争は棚上げし、3番目、共同開発をする。これが尖閣問題に対する基本的な中国側の基本的原則です。つまり、核心利益というのは、話し合いで妥協したりすることは一切しません。ところが、領土問題は、妥協可能なんですね。最終的目標は共同開発、これは今でも習近平が言っていますけれども、領土問題は革新的利益ではない。ところが台湾問題は革新的利益、つまりアメリカとの戦略的対立の中で話し合いで解決できる問題ではないということをトランプもバイデンも知った上で台湾問題でを出すことによって中国が引くことができない、そういうテーマとして台湾問題を設定したわけであります。さて2000年の大統領選、トランプは今だなおかつ敗北を認めていないんだけれども、2021年去年スタートしたバイデン政権はトランプのインド太平洋戦略をそのまま引き継いだ上で、さらにバイデン色を出していきます。それは何か、ここに1-1、中国を唯一の競争相手にとみなす。2番目、中国との競争は民主と専制の競争で、3番目、アメリカとの同盟の再編強化、これ具体的に言いますと、まずアジアでは日米同盟、それから米韓同盟もありますね、それからフィリピンとも同盟関係にある、まあアジアではないけどオセアニア、オーストラリアとかニュージーランドも
とも同盟関係、つまり同盟関係の強化、特に、インド太平洋、まあ、アジアでは日本との同盟関係の強化を打ち出します。2番目に、日本、アメリカ、オーストラリア、インドの4カ国によるクアッド、それから、アメリカ、イギリス、オーストラリア、3国によるオーカスの新設を通じて日米同盟の再編、ごめんなさい、アメリカのを中心とするアジアの同盟再編強化を打ち出したわけであります。まあ、端的にその目的は 何なのかというと、中国の追い上げを阻止、あるいは遅らせることによって、まあ、すでに凋落しつつあるアメリカのグローバルリーダーとしての一極支配、一極覇権の回復にあるというふうに私は考えています。さて、これをですね、このアメリカの戦略をもうちょっと詳しく見ていきましょう。ちょっと皆さん、もともとページをですね、次のページの右側、バイデンのインド太平洋戦略に書いてください。これ、今年の2月発表したものです。アメリカの安全保障戦略については、この、秋にアメリカのですね、国家安全保障戦略を見直す、改定する新しいものを出しているんですが、このインド太平洋戦略、2月に出したやつがそのベースになっています。ですから、アメリカ全体の軍事戦略は国家安全保障戦略に詳しいんだけれども、アジア戦略はこのインド太平洋戦略の方が詳しいです。ですから、ここではこのインド太平洋戦略を具体的に見ることによって、アメリカがこの現在アジアで何をしようとしているのか、これを、見ていきたいと思います。1番目、戦略上最も重要視点は、中国に対する抑止戦略であります。この抑止戦略をなぜ出すのか、これはアメリカ一国ではもはや中国に対抗できない、同盟国と友好国が共に築く統合抑止力を強化すること、これを謳っています。まあ、先週の3文書でも出てきますけれども、日米同盟の強化、進化を基礎に、して、をベースに、なおかつクアッド、オーカスの重要性をここで強調しているわけであります。2番目、台湾海峡、台湾問題を前面に打ち出します。台湾海峡を含め、アメリカと同盟国への軍事侵攻を予期するというふうに明記しました。軍事的な対中抑止、対中抑止の前面に、台湾問題を初めて打ち出すわけであります。ご承知のように79年、アメリカは台湾と断交して、中国を、まあ、唯一の、中国を代表する政権として、認める国交正常化をやるわけですけれども、それ以降、台湾との関係は台湾関係法という議会が成立をさせた法律に基づいて、台湾に防衛的兵器を売却する、供与する、それによって台湾の防衛を側面から支援する、そういう関係を築いてきたわけであります。国交はもちろんない、国家として扱ってはいけないんだけれども、この間、事実上後で説明しますけれども、台湾を国家として事実を認めるような動きは、どんどん前面に出ていきます。3番目に移ります。
これの三文書に出てくる内容であります。米軍と自衛隊との統合運用性を高め、先進的な戦闘能力を開発配備すると明記しました。台湾有事を想定した日米共同作戦計画に基づいて、作戦共有や装備の配備、最新技術の共同研究などを想定しました。4番目、これは今年5月23日、バイデンさんがアジア訪問、アジア歴訪ですね、韓国にも訪問するアジア歴訪の際、東京で岸田さんとの日米、共同声明に調印した後、この IPEF、インド太平洋経済枠組みにを発足させられています。貿易やハイテクをめぐるルール作りで、中国から主導権を奪っちゃうというのが目的です。デジタル経済で、自由な企業データ規則を定め、中国に依存しないサプライチェーン、供給部ですね。これが一番この IPEF の肝です。中国に依存しないサプライチェーン、特に半導体です。これを構築することを目的として、ごめんなさい、5月24日に発足しました。これには14カ国が参加いたしましたが、台湾は参加しています。3番目、戻ります。日米共同作戦計画に基づきたいんですけど、この日米共同作戦計画をちょっと細かく見ていきましょう。皆さんのお手元、次の下の左に見てあります。これ去年、実は後で説明しますけれども、去年の4月、当時の菅首相がワシントンに行って、バイデンとの首脳会談で合意したのが、日米共同作戦計画の策定であります。こういう固有名詞では、文書には出てきません。これは一応秘密ですから。で、これをですね、共同通信の社会部で、まあ、有名な軍事者がいるんだけども、彼が、去年の末にこの共同作戦計画の原案をスクープした内容であります。これは恐ろしい内容。これを見ると南西諸島っていうのはまたもし何かあったらやっぱり犠牲なのかという思いを新たにすると思います。ちょっと具体的に見ていきましょう。台湾有事、中国軍と台湾軍の間で戦闘が発生する。日本政府は放置すれば日本の平和と安全に影響が出る重要影響事態。これは2015年安倍さんが合意をして作った安保法制の中で出来上がった次のこのその法的枠組み、重要影響事態と認定する。2番目、台湾有事の初動段階で海兵隊は自衛隊の支援を受けつつ、鹿児島から沖縄の南西諸島に臨時の攻撃を軍事拠点を設置する。これが今の海兵隊のですね、5番目、ご覧ください。遠征前方基地作戦 EVO という新しい海兵隊の、作戦のやり方、つまり移動基地、固定基地ではなくて移動基地を作りながら機動的な攻撃対策をする。これが新しい海兵隊の、戦略戦術であります。3番目、拠点候補は陸自がミサイル部隊を配備する奄美、宮古、配備予定の石垣を含め、40カ所の有人島であります。人が住む島でないと水が出ないですよね。水が出ないと戦争できないということです。4番目、対艦攻撃ができる海兵隊の高機動ロケット砲システム、皆さんウクライナ戦争で聞き覚えがあると思います。ハイマースを拠点に配備、自衛隊に輸送や弾薬の提供、燃料給など
後方支援を担わせる。これ重要影響事態と認定するとこれができるんです。これ集団的自衛権の限定的行使と防衛省が言ってるやつなんですね。空母が展開できるよう、アメリカの空母が、この南西諸島周辺に展開できる、台湾海峡に展開できるように、これ目的ですよね。中国艦艇の排除に当たるのが目的、つまり海上封鎖をアメリカ軍と自衛隊が共同して、臨時の攻撃基地を変えながらやる。これが新しい共同シナ戦争シナリオであります。これにとって去年の夏からすでに十数回この共同計画、作戦計画の、を検証するための日米合同演習が十数回行っています。冒頭の表紙でお伝えしたやつを含めるともうすでに十数回になるかと思います。今これがまああくまでも原案ですけれども、この原案に基づいて日米の一体化が、軍事一体化がすでに進んでいるということがお分かりになったかと思います。アメリカの戦略、その戦略に基づく日米、の一体、軍事一体化についての説明が以上であります。3番目に移ります。それではアメリカの戦略に基づいて、日本と日本政府はアメリカとどういう合意を達成したのか、それを振り返ってみましょう。表紙のページの右下をご覧ください。去年の3月16日、2プラス2が共同発表、ごめんなさい、されました。2プラス2というのは日米安保協議会の外務防衛、担当者会談のことであります。これはワシントンで行われたんですけれども、これがまさに今回の、防衛、安保三文書のベースになっています。まず中国の行動は日米同盟及び国際社会に対する政治的、経済的、軍事的及び技術的な挑戦である。ルールに基づく国際体制を損なう威圧や安定を損なう行動に反対すると訴えました。これを受けて翌月4月17日、菅さんがワシントンに飛んでバイデンと首脳会談を行い共同声明を発表しました。よろしいでしょう。これこの中に今回の安保三文書のやはり肝が出てきます。1番目、台湾問題を半世紀ぶりに共同声明に明記しました。台湾海峡の平和と安定は地域の、平和と安定にとって極めて重要であるという、こういう認識です。これ51年前、1969年当時の佐藤首相がワシントンに行って、当時のリチャード・ニクソン大統領との間で、やはり、首脳会談を行い共同声明でした。その共同声明で初めて、日米共同声明で初めて台湾問題が出てくるんです。この時なんで台湾問題が出てきたのか、皆さんちょっと私とほぼ同じ世代の方も多いから、ちょっと記憶の蓋を開けてほしいんだけれども、69年というのは日米で沖縄返還に合意した年なんですよ、ね、で沖縄返還でこの佐藤ニクソン会談で沖縄返還の合意が発表されるんだけども、その時にニクソンが一番心配したのは、沖縄を返還したらそれでは当時アメリカがベトナム北爆をやってベトナム戦争のさなかでしたよね。そのベトナム戦争に出撃する拠点がカデナの空軍基地でした。海兵隊は
普天間を含めて言ったわけだけれども、つまり仮に沖縄を政権を返還した場合、アメリカは沖縄の米軍基地を自由に使うことができるかどうか、これが最大の懸念でした。だから台湾海峡問題を出すことによって、つまり日本とアメリカが共通の安全保障観を持ち、沖縄の米軍基地を返還後も、まあ台湾有事が仮にあった場合には、あるいはベトナムに進撃をするアメリカ軍の、戦闘機、爆撃機を自由に使える拠点として保障させる、そういうものとして、つまり沖縄返還とその米軍基地の問題が絡んでいたがゆえに台湾問題を出した。今回もまさに台湾有事というアメリカの戦略のが打ち出される中で、やはり、台湾問題が共同声明に明記された。つまり、水面下で沖縄の米軍基地が51年前の今もつながっていることが分かるかと思います。同時に一番に戻ります。日米安保条約の性格を地域の安定装置から対中同盟に変質させた、この意味は極めて大きいと思います。2番目、声明にこれはっきり歌ってるんですね。声明冒頭に日本は軍事力を飛躍的に強化すると歌ってます。これ日本の新聞ものすごくやっぱりなんていうかな、外務省発表に引き出してるなと思うんだけど、ここの部分はあんまりほとんど報じられてないんです。だけど安全保障関連3文書を見ると、まあ27年には43兆円でしょ、軍事費をね。で、このことを言ってたんだなということは今になってわかるかなと思います。3番目、先ほど紹介した日米共同作戦計画、策定で合意します。この時、つい先引退を表明した岸さん、岸信夫さん、安倍さんの弟と言って、彼らは面白いことをするんですね。この共同声明が発表された日に、なんと、与那国島へ行くんです。防衛大臣が与那国島へ行ったのは歴史上 2回目。これ最初に行ったのは浜田さんが最初に防衛大臣をやった頃に、与那国島に、自衛隊のレーダー監視部隊を置くための視察に行ったことがある。これちょうどね、民主党政権ができる、2011年直前でした。それから岸防衛大臣までほぼ10年後に防衛大臣が、与那国島に行く。いかに与那国島を重視しているかということが分かるかと思います。これ与那国島イコール台湾と考えてください。次いきます。じゃあ岸田に代わって、さらにこの日米関係はどう変わったのか。これは今年の、バイデンのアジア歴訪の話に移るわけです。バイデンのアジア歴訪の目的、繰り返しになりますが、中国との戦いを有利に展開する上でアジア太平洋地域が主戦場になる、そういうメッセージを発信することが目的だったと思います。1番目、具体的に共同声明ではこの3項目が謳われます。日米同盟の抑止力、対処力の早急な強化、つまり抑止力というのは今回、安保3文書でも強調されたように統合抑止、日米の統合抑止と同時に陸海空の自衛隊の統合抑止、2つの二重の意味があります。対処力、これは
まさしく、敵地執行域なのの音であります。早急な強化と言ってます。そうですね、まあ、まさに早急ですよね。半年ですもんね。2番目、日本の防衛力を抜本的に強化、防衛費増額を確保、47兆円、ここに打たれた。昨日、閣議決定された、23年度予算、これで114兆円でした、の総額114兆円の予算のうち、なんと防衛費はこの1年で1兆円上回ります。これまで防衛費調べてみると30年間で1兆円増えていたのが、今回の防衛安保3文書によって1年間、つまり22年度予算から23年度予算の1年間で1兆円増える。そういう馬鹿げた防衛費増額が実行されました。わずか半年。3番目、アメリカは日本防衛関与を表明します。核を含む拡大抑止を約束する。まあ来年 G7、まあ日本が、名誉白人であることを唯一自慢できる G7 の議長国になる。広島で、バイデンさんには長崎にも行っていた。ということを岸田さんはおっしゃってるけども、核を含むアメリカの拡大抑止をバイデンは約束する。まあ、核保有国、まあ、いわゆるパーマネントファイブ、パーマネントファイブ、と言われる安保理5カ国に限っていっても、先制核攻撃をはしない。約束をしているの、していないのはアメリカだけであります。共同声明では、国家安全保障戦略に敵基地攻撃能力の保有、防衛予算の GDP 比 2% 増額に含みの案を持たせた相当の増額と表現する。まあ、これで最終的に3分。三文書の中身が決まっちゃったと言って大げさではないと思います。以上、どうでしょう、振り返ってみると、もうすでに去年の初めからわずか2年で、この防衛安全保障三文書の中身が着々と日米共同で積み重ねられ、合意しただけでなくて実行される予算面ではもうすでに来年度予算に反映されてしまう。そういう動きがわずか2年でできちゃった。これすごいですよね。安倍さんでもこんな早くできたかどうかって私は思うんです。以上が日米の共同の動きの中身であります。さて、ちょっとページを振っていただきましょう。2枚目の右下、前元のアメリカ国防次官補のアミー・ピッテージさんの発言と浜田防衛省の発言をちょっと拾ってみました。今年6月日経のインタビューでアミー・ピッテージは次のように言います。日本に武器供与拠点をという見出しの記事の中で、台湾有事があればアメリカが台湾に送る武器や物資を日本で保管してほしいと明言します。つまり台湾で使う武器や弾薬を、まあ、はっきり言うと沖縄に貯蔵してほしい、こういうふうに言った。まあ、アメリカはウクライナ戦争の教訓から燃料弾薬補給体制は非常に不十分だ。今アメリカは代理戦争でウクライナに、武器を供与しているけれども、実際は武器弾薬足りません。実際に戦争が長期化すればそれは明らかになる。だから沖縄に
事前に燃料や弾薬、補給すべき弾薬を、南西諸島に送る、そういう発言を平気でしております。これを受けて浜田防衛省も、やはり日経のインタビューに、南西諸島地域に燃料タンクや火薬などを増やす方針を明言しています。これは明らかに台湾有事を前提にアメリカ軍の、燃料、それから弾薬を含む火薬を増やしてその中に貯蔵する、台湾有事に向けた日米、ここで台湾なんです、軍事連携を加速させる方針を打ち出しているわけであります。冒頭の起因騒動にこの話がつながっていくわけです。さて話は3番目に入ります。台湾有事、実は私今沖縄の有識者を含めて、日本側からも入っているんですけれども、岸田政権は青鬼する台湾有事に絡んで、台湾有事になれば当然南西諸島が、中国軍の、標的になるからだ、ということで沖縄の有識者を中心に沖縄と台湾、沖縄と中国の対話を進めるそういう、運動をにの実行委員に名を連ねているんですけれども、その過程で台湾の沖縄の若者と、それから、沖縄の有識者が意見交換対話する場が今月設けられて、その場でですね、ちょっとそのシニアが驚いたのは、沖縄の若者が台湾有事って言うけど、台湾有事って何ですかと質問したことにびっくりしていました。確かに新聞では台湾有事ってのは大人の意地はないぐらい政権側は煽ってるけれども、その実態っていうのはあまりよく分かっていない。一言で言えば、中国は台湾に武力侵攻することと言っていいと思うんだけれども、それじゃあ中国は台湾に武力侵攻するそういう意思があるんだろうかということをまず検証しなければ、台湾有事の主体が何を考えているかわからないわけですね。主体の意図をまず見ていきましょう。私は台湾に4年ほど駐在をして、その時に台湾問題に目覚めたわけですけれども、それ以来勉強をしていることは、やはり中国共産党にとって台湾ってのは何なのかということでした。まず第1番目の車をご覧ください。台湾統一は中国が帝国、日本を含む帝国主義列強に分断侵略された国土を統一し、偉大な中華民族の復興という、習近平が立てている戦略目標なんですね。この戦略目標は実は3つあります。10月に中国共産党の20回党大会を開かれ、中国共産党の憲法である党規約が一部改定されました。しかしこの党規約の中にあった歴史的な三大任務の中身は一切変わりませんでした。三大任務は何か。1番目、中国の現代化の達成、2番目平和的国際環境、3番目祖国統一。祖国統一が台湾統一になった。当時に
習近平は戦略目標として、中華民族高等社会主義強国の実現を挙げるわけですね。で、前の党大会、17年の、党大会でも、ここに書いているように、1番目、平和的国際環境づくり、2番目、4つの近代化、祖国統一、この3つの任務が挙げられました。この3つの歴史的任務、3大任務から考えると、中国にとって今何が、中国共産党にとって何が最大の目的かというかというとですね、まあはっきり言うと、中国共産党による一党支配の維持と、一党支配の下での統一性の維持なんです。これが中国共産党にとってのプライオリティ。このプライオリティを実現する上で、三大任務には何が重要か。これはまず、近代化建設なんですね。つまり、共産党の一党支配を持続するには、まあ、豊かな生活を人民に保障する必要がある。つまり、経済的な成長を維持し、まあ、だんだん成長そのものは、カーブが落ちていますけれども、人民に、国民に豊かな生活を維持するためには、近代化建設をおろそかにできない。同時に近代化建設を実現するには、国際的な平和的環境が必要であります。これが、中国共産党のプライオリティにとっての、2つの優先順位であって、3番目、つまり祖国の統一はの優先順位はその次に行く、つまり3大任務のうちの3番目というのは私の理解であります。ここで赤字で、中国的思考大局観を挙げましたが、まあこれは、皇帝時代の中国、中華帝国時代からあるけれども、中国人的発想、つまり大局は何か、ということをまず、位置づけて、その他の要因は大局に従うもの、つまり従属するものという考え方があります。これが中国的大局観。よく中国人は日本人には大局観がないっていう。そうなんですよね。日本人ってのは割と細かい芸当は得意。新しい発明も、結構小さいところに目の方をつけてですね、誰も気がつかないところでは、新しい発想を発揮するんだけれども、どうも大局観に欠けるんだよという言い方をよく日本に向けてします。2番目の車。じゃあ、習近平さんの台湾政策は何か、これをちょっとおさらいしていきます。5点あります。1919年、もう3年ほど前になりますが、19年の1月2日、党の台湾問題に関する、集会で発表されたものです。まあ、一言で言うと、台湾に対しては平和統一を宣言する。平和統一宣言である。つまり武力統一ではないです。ちょっと振り返ってみますと、中国共産党の歴史でいうと、1979年アメリカと国交正常化するまで中国の台湾政策は武力解放でした。つまり武力で台湾を解放する武力統一路線です。79年アメリカと国交正常化した直後にこれが平和統一戦略に変わる。で、台湾と交流を深めていく中で平和統一を実現する。これが、79年以来の中国の変わらない台湾統一戦略であるということをぜひ覚えておいてください。2番目、台湾統一を中華民族の偉大な復興と認識させます。
20回党大会で習近平は2049年、すなわち中国建国100年の年までに、中華民族の偉大な復興と社会主義強国、この2つを実現する、そういう大きい、グランドデザインを発表するわけですけれども、統一は中華民族の偉大な復興とリンクさせました。つまり、論理的にはですよ、中国は台湾統一の、機関表、台湾テーブルを提起したことはありません。しかし、このリンクさせたことによって、2049年以前には台湾統一は実現している必要が出てくるということが論理的に聞いたそうなんです。あえて国難開示で入れておきました。具体的な統一のやり方、これなかなか難しいんだけれども、台湾との融合発展を深化し、平和統一の基礎にする。これ何を言うかというとですね、今、中国大陸は台湾のビジネスマン、特に半導体など IT 関連が多いんだけども、大体100万人、家族を預けると150万から200万人住んでいます。中国大陸ですね。で、この人たちが、中国大陸で、当然車運転しますよね。免許証。台湾で免許証持ってるけど、中国の免許証。中国で免許取ってない。つまり、台湾の免許証を中国でも通用するようにしたらいいじゃないと。健康保険。コロナ今流行って、昨日、台湾の中国情報という新聞が、この12月1日から20日までの、この20日間で、コロナに感染した人たちの数、2億4000万人に上るっていうびっくりするような数字を上げましたけれども、じゃあ200万人に上る台湾人、大陸の台湾人が病気になったらどうするか、健康保険証持ってますんじゃ済まない。だから中国は台湾の健康保険証を中国でも使わせるようにする。これが融合発展ですね。で、例えば、台湾にはお医者さんが多いんだけど、これ日本時代、台湾のエリートが、エリートたちの道として、なんていうか、役人になるよりも医者になる方が早いっていうんで、医者はものすごく多いんだけど、医師免許も、台湾で医師免許を取った人も中国で、医師をすることができる。だからアカデミーの世界、博士号、修士号、これも中国の大学で認める。というように、その経済社会の基盤を台湾と中国で融合発展させる。そのことによって、中国社会、中国大陸と台湾 との経済、社会の、基礎はあまり変わらなくなっていく。中国と香港との間と同じぐらいになっていっちゃうじゃない。これを平和統一の基礎にする。これが今の習近平が考えている平和統一戦略の一つであります。それから4番目、香港での、中央に抗議するデモで、すっかり一国二制度ということは手垢にまみれちゃったわけだけれども、習近平は台湾向けの一国二制度を出すという提案をしました。中身は明らかではありません。5番目、台湾独立勢力、外部干渉勢力に対して武力使用の放棄はしない。ここで初めて武力行使の言葉が出てきます。皆さん、10月20回党大会が開かれたとき、これ今、NHK さんは今でも伝えてるんだけども、ページをめくってちょっと出てきます。だいぶ後ろの。これだ。台湾政策変化の日。
20回党大会で州が統一のためには武力行使の辞さない姿勢を示した。 NHK さんは今でもね、こういう報道をやってるんだけど、これ私から言わせると明らかに誤読に基づく誤報です。統一は平和統一以外主張していません。つまり武力統一は主張していません。よく読むと、要するに武力行使は否定しない、否定しない対象をあえて、言ってるんです。それがまさしく今言った、ごめんなさい、外部台湾独立勢力と外部干渉勢力に対して武力使用の放棄はしない。これを繰り返し20回党大会で言ったんですね。でこれをちょっと誤解を与えるような表現は確かにあるけれども、 NHK さんは統一でも武力行使を否定しないというふうに読み誤っています。次行きましょう。もうそろそろ時間があと2分になりました。急ぎます。2005年のことになります。金正恩政権、台湾初の民主、進歩党政権の、時代、中国政府は反分裂国家法、まあ日本語では反国家分裂法と言いますけど、これの中で武力行使3条件を定めました。1番目、台湾を中国から批判事実を作り、これまあ台湾独立宣言などのことを指すと思います。2番目、台湾の中国からの分離をもたらしかねない重大な事案が発生まあこれはおそらくアメリカなど外国勢力の干渉を含むと思われます。3番目、平和統一の可能性が完全に失われたか、この場合に限り武力行使、まあ非平和的、方式と呼んでいますけれども、武力行使を認めるとはっきり歌ったりですね。じゃあ現実はどうなのか。現在台湾は独立していないです。中国の認識は台湾、中国の主権はすでに 中国の主権はすでに台湾に及んでいるというのが、中国の認識。具体的に言いますと、ここの反国家分裂法の中でも次のように言うと、台湾は統一していないといえども、中国の主権と領土は分割していない。これが中国の主権論なんです。つまり中国の主権はすでに台湾に及んでいるから、現状維持はであれば独立とは見なさないという認識が引用できるですね。でこれはちょっと皆さん、実際、台湾はまあ国家で、日本にとってはアメリカにとっても国家ではないとはいえども、実行支配しているのは民主党政権ではないだろうかという疑問を持たれるかもしれませんが、中国の認識は主権とそれから施政権を分けています。主権は台湾に及ぶというのが中国の認識なんです。これも一つ書いてありますが、覚えていただければと思います。さて私の結論、中国は台湾に武力行使しないというのが私の結論。第1番目、その理由、客観的な条件です。感染数ではアメリカを上回っています。中国が総合的軍事力では大きい差がある。キッシンジャーは昨年4月、米中衝突は核技術と人工知能の進歩によって世界の終末の脅威を倍増させる核戦争に警告をしました。
2番目、遠い、これは台湾の世論、台湾の世論調査では統一支持が 1%、3% に過ぎない。つまり統一に反対する人が圧倒的に多いわけです。台湾の民意に逆らって武力統一すれば台湾は戦場化します。抵抗運動が起きます。武力制圧しても新たな分裂勢力を抱えるだけになる。統一の解決なんて全くない。統一の意味はないじゃないですか。3番目、武力行使への国際的な反発、経済制裁は一対一のブレーキを、発展の足を引っ張る、中国共産党のプライオリティ、最重要課題である経済建設の足を引っ張る。結果的には一党支配が緩いで動揺していく。武力統一などは最悪、最悪中の最悪な選択というのが私の見立てであります。おそらく習近平もそう思っている。ただしアメリカや、アメリカに同調して、台湾独立の動きを強める蔡英文政権がより一層その独立に向けたり、あるいは中国の主権を無視するような挑発に出た場合、限定的な武力行使はあり得るである。例えば離島ですね、中国大陸のアモイ、福建省アモイから2キロしか離れていない、金門島、小金門、あるいは福建省沿いの小さい小島があります。この小島に対する限定的武力行使はあり得るというのが私の判断であります。さてちょっと結論を急ぎましょう。結論を急いで、できれば皆さんからの質問の時間をちょっと多めに取りたいと思います。ここでアメリカの戦略のちょっと補強をしておきたいと思います。特にこれウクライナ戦争と絡みますので、皆さんご関心があるのではないかと思います。2019年、アメリカの保守系のシンクタンク、ごめんなさいね、緊張が多い、中国の威信失わせるアメリカのシナリオに、ちょっと加わります。お手元、ちょっとだいぶ省いていただきます。よろしいでしょうか。2019年にランドコーポレーションがアメリカ陸軍の、研究に基づいたリポートを提出しました。ロシア拡張有利な条件での競争という、ウクライナ戦略を中心にしたリポートなんです。この中で大変面白い項目が3つ挙げるんです。1番目、アメリカがロシアに挑発し、これは中国でも同じことであります。中国に競争するよう仕向ける。で、皆さんご承知のようにウクライナの場合2014年、ロシアがクリミアを併合しました。これについてはアメリカ含め西側は認めていないわけですが、その後アメリカを含め NATO 諸国はウクライナの要請に基づきウクライナの NATO 入りという、禁じ手、ロシアから言えばこれも禁じ手、中の禁じ手なんだけども、この禁じ手という挑発に出たんです。これと同じように中国にも競争するように仕向けということが
が一番人気的です。2番目、ロシア、これ中国と読み替えてください。中国に軍事的経済的に過剰な対応を引き出させる。そして3番目、国内外で中国あるいはロシアと読み替えてもらうことですが、中国の威信や影響力を喪失させる、そういう、なんていうか、敵対国に対する戦略的行動パターンをこのリポートが説明しています。これ見るとウクライナと同じことを今バイデン政権は中国に対してやっているなという気がします。それではこの1番目のアメリカの台湾挑発、これは具体的にどんなものなのかを見ていきましょう。金額と量で史上最大の、武器を台湾に売却する。2番目、ペロシ下院議長がこの8月、台湾に来ましたけれども、閣僚高官を繰り返し台湾に派遣する。まあペロシさん下院議長で、これ副大統領について、大統領にもしものことがあれば、バイデンさんは高齢ですから、もしものことがあり得るわけだけれども、もしものことがあれば、副大統領について2番目に大統領を継承する権限である。まあそういう意味では単なる下院議長ではないんですね、政権そのものを担う交換であるということが言えるかと思います。3番目、軍用機を台湾の空港に離着する。これもしょっちゅうやっています。アメリカの議員をわざわざ、アメリカ軍の軍用機に乗せている。4番目、米軍艦の台湾海峡の頻繁な航行。5番目、アメリカ軍事顧問団が台湾入りをして2、3ヶ月の単位、期間で台湾軍の訓練に当たっています。次行きましょう、次、この左の、写真はジョセフ・ナイさん、まあ、アメリカ政府の周辺、まあ、彼は民主党系ですけれども、ジャパンハンドラーといわれる、まあ、日本に影響力を与える、人の一人であります。20年前のアメリカ台湾有事シナリオがありました。これジョセフ・ナイによる対日超党派報告書というものであります。アメリカ軍が台湾側に立ち中国との戦闘を開始する。日米安保条約に基づき日本の自衛隊もその戦闘に参加する。中国人は米日軍の補給基地である日本の米軍基地、自衛隊基地を本土攻撃する。米軍は戦争が進行するに従い徐々に戦争から手を引く。日本の自衛隊と中国軍との戦争が中心となるよう誘導する。こんな内容の、対日超党派報告書なるものが20年前に出なかったことがあります。これ真偽についてはちょっと疑いしいんですね。ただ最近次を見てください。現役の米軍トップマーク・ミリー統合参謀本部議長が今年4月7日上院公聴会でこんな発言をしています。1番目、台湾は防衛可能な島である。中国軍の台湾本島攻撃攻略は極めて難しい。2番目、最善の防衛は台湾人自身がやること。これ面白いですね。3番目、アメリカはウクライナ同様台湾を助けられる。赤字で書きました。台湾有事でも米軍を投入せずウクライナ同様代理戦争をしたんではないかと私は睨んでいます。米国は自分の手を汚さずに進む、米軍兵士は送らないわけですから。
中国と台湾、それに日本のアジア人同士が戦うシナリオを想定したんだな、米国は参戦せず、台湾問題で主役の日本が結果的にはハシゴ外しに遭うよ、そういう警告を私はしたことがあります。さて、この間、まあ、これを見るとですね、結局のところアメリカにとって台湾日本っていうのは中国抑止のカードに過ぎなかったということをぜひ頭に置いていただきたいと思います。つまり中国と戦う上で日本台湾を利用するカードとして利用するのがアメリカの本音であって、最終的につまり台湾の安全保障っていうのは実はアメリカの本土の安全保障にとっては関係ないわけですよね。日本の安全保障も同じです。つい最近、まあ、岸田さんも含めて、尖閣諸島は日本の施政権にあるから日米安保の、第5条発動の対象になるというそういう公約を、にして共同声明のたびに、アメリカに言わせていますけども、アメリカが尖閣諸島で何かことがあった場合、尖閣諸島に米軍を出すなどという気はさらさらないというふうに私は考えています。日本が守るべきものでしょうとアメリカは考えたはずなんです。さて、最後4番目に移りますが、あとそうですね10分ほどで終わらせていただきたいと思います。これも、今月初め共同通信が配信した記事であります。防衛省が AI を使って国内世論の誘導工作をやった。防衛省が人工知能技術を使ってSNS、まあ、Twitter とかですね、Facebook ですね、これで国内世論を誘導する工作の研究に着手したという報道であります。インターネットで影響力のあるインフルエンサー、を使ってですね、無意識のうちに、防衛省に有利な情報を発信するよう、仕向け、防衛政策の支持を広げ、特定国への敵愛心を醸成する、国民の反戦機運を、払拭する、ネット空間でのトレンド作りを目標としたものだと言われています。これより先、10月のこと、朝日新聞が閣僚の記者会見で岸信夫防衛省がインフルエンサーと言われる方々にまず理解をしていただけるような説明を行うことは重要だというふうに語っております。まあ事実上これを認める発言というふうに私は考えています。次いきます。まあ日本では比較的冷静な防衛軍の一人と言われている石破茂さん、ペロシ訪台の直前、石破さんは、浜田前防衛省とともに、まあ、自民党防衛局を引き連れて台湾訪問をした。その時に蔡英文総統とも会うわけですけれども、この蔡英文総統と会った後の記者会見で石破さんは、次のような提案をした。台湾有事の邦人退避計画策定の必要性を、指摘してですね、するんだけれども、まあ、台湾にはそうですね、2万5000人ぐらいの邦人がいる。一方、中国大陸には10万人ぐらいいるんですよね、邦人。まあ、石破さんがおっしゃるには、早くこの、もし台湾有事が起きたときに、2万人を超える邦人の、
退避を検討する計画を早く策定しなければいけない、そういう発言をするんですね。でこれでですね、台湾有事が起きた時に人道主義を前面に出す、早く邦人を退避させなければ危ないじゃないですか、そういうことを言うことによって台湾有事の切迫を煽る、そういうその効果をもたらしたんではないか。邦人退避計画は台湾問題に日本が主体的関与をする入り口にしている、というふうに私は思います。南西諸島、特に宮古島、石垣島など自治体でも退避計画を進めていますが、いざ台湾有事となった時に本当に島民を退避させることが可能なのか、台湾から2万人の邦人を退避することを台湾当局は優先順位として認めるだろうか、普段普通考えると、それはありえない。同時に考えていただきたいのは、もし台湾有事になれば日本は中国と敵対関係になろうする、じゃあ中国に住む10万を超える邦人の退避はどうするんだろうか、そのことに一切触れない、そうした自民党の防衛局のちょっと無責任な、発言として紹介したわけなんです。今後の台湾問題の焦点の一つを最後に、紹介しております。蔡英文さんがこのヘルメットをかけた、写真を入れましたけれども、アメリカの民主共和超党派の、上院議員が提案をした法案に台湾政策法案という法案があります。台湾を同盟国にして攻撃用兵器を供与する、在米機関の名称を台湾代表処に改名し外交特権を与える、今年9月15日上院の外交委員会を通過しました。あとおそらく来年、下院では共和党が、多数を占めましたので新しい下院議長が共和党から出ます。その下で下院の本会議で審議が行われる予定であります。具体的な内容を見るとほとんど台湾を同盟国扱いにしています。これを見ると日本に対しても同じことをやってるなと思われる部分が、特に、NATO、日本の NATO 化に近いことを台湾でもやろうとしている。ちょっと読んでいきますね。一番目、台湾当局との法的交流の制限を撤廃する。二番目、中華民国の国旗掲揚など台湾主権を象徴する行動を改善する。台湾を主要な非 NATO 同盟国に指定する。四番目、台湾関係法を改定し、攻撃用兵器を供与できるようにする。5年間で1兆円弱のビッグ購入資金の融資をする、戦争計画を策定する。まあ結果的に言うと、アメリカと台湾の軍事同盟をさらに暗黙の軍事同盟、暗黙の軍事同盟を強化し、その上で日本との軍事同盟を入れて、アメリカを要とする日本、アメリカ、台湾、この3者の軍事同盟を関係を確立する、これが今回の先週閣議決定された、安全保障3文書、関連3文書のグランドデザインの最終目標であり、その先にはおそらく、日本の自主防衛というものを見据えているんだというふうに私は思います。
私は考えます。まあ、安保三文書からだいぶ話は取りましたけれども、台湾有事なるものがどういうどのようにして作られていったのか、それはアメリカの戦略、日米の安全保障対話とその台湾の先にある具体的な共同声明の中身、そして将来的には日米台の暗黙の同盟を強化することによって、日本、台湾を台湾有事の主役に踊り出させ、アジア人同士を戦わせるというのがアメリカのグランドデザインであるということを、私の今日の結論にしたいと思います。とりあえず私の報告は以上で終わります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではこれからの時間ですね、ぜひ皆さんからのご質問を受ける時間にしたいなというふうに思っております。せっかくの機会ですので、いろいろと疑問に思っていることなどご発言していただけるとありがたいかなというふうに思いますし、今日のお話でそもそも台湾有事というのは何なのかということについて、非常に冷静で根本のところからお話をいただけたんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんからのご質問をいただければというふうに思います。その前に今日皆さんにですね、アンケートを配りさせていただきました。今日の講座の感想ですとか、講座についてのご意見などありましたらぜひお書きいただきまして、お帰りの際受付に出していただければと思います。それから後ろの方にですね、私ども市民連絡会の会合で私と憲法というものを毎月発行しているんですけれども、こちらの方もバックナンバーを販売しております。一部200円ということで、年間購読も募集しております。講座の記録ですとか、これまでの行動の報告ですとか、さまざまな運動についての分析や報告なども掲載されておりますので、ぜひこちらの方もお読みいただければというふうに思います。ぜひよろしくお願いいたします。それではご質問のある方はぜひお手を挙げていただきまして、お発言いただければ大変ありがたいんですけれども、どなたかご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。あ、はい、お一人。その他よろしいですかね。じゃあとりあえず今の方発言していただきまして、お答えいただくという形で進めたいと思います。じゃあお名前の方一つよろしくお願いいたします。私、石川優子ですけど、非常に単純でバカバカしい単純でバカバカしい質問ないんだけど、日本と台湾は国交ないでしょ。中国と日本は国交があるんで、日本と台湾は国交がないんで、なんでこんなおかしな状態が起こるんですか。おかしいと思うんですか。中国を、アメリカが中国を攻めるんだよ。中国が台湾を攻めるの。アメリカは防がないって。なんでこんなおかしなことが起こるんですか。初めから相手にせりゃいいじゃないですか。中国と台湾と日本はもう国交がないんで、わしは知らんわい。アメリカと中国で話しすればいいんですか。なんで台湾の日本が入ってくるんですか。おかしいでしょ。もし仮の話が、尖閣諸島で中国がバーンと来たとき、尖閣諸島と台湾はどのぐらい距離で、そんなに遠く離れなきゃいねえや。尖閣と台湾がつながるということだ。やりようによっちゃ、おかしなこと、おかしなことを言うのは、なんかちっともわからないような気がします。いよいよ。まあ、おっしゃることはよくわかります。日本と台湾、国と国との関係ではないから、要するに台湾問題に関与すべきではない。という主張を私も全く同感です。今から50年前、9月、台湾家庭大平さんが、
中国で国交正常化をしましたね。でその後国会では、台湾問題についての論議が非常に盛んに行われて、その時に大平さんは質問に答えて、これは今でも有名な話だけれども、台湾問題は基本的に中国の内政問題で、国内問題という表現をしたんです。11月衆議院予算委員会で大平さんが答えてるんだけれども、基本的には中国の国内問題であるとはっきり明言しています。で日中国交正常化の、まあ、コミュニティがありますよね。国交正常化した時のコミュニティ、ちょっと思い出していただきたいんですけども、なんか 法律の文書とかに出てきて恐縮なんだけども、国交正常化するにあたってやっぱり最大の問題が自民党が反対する台湾との断交だったんですね。で、岸田書簡っていうのを持ってわざわざ台湾との断交を日本政府は椎名さんを派遣して、当時の蒋介石総統に持っていくんだけれども、日中国交正常化のコミュニティには次のように歌われています。まず、中華人民共和国は、中国を代表する唯一の正当政府であることを日本は認める。これが1点目。2点目、台湾は中国の主権、領土の一部であるという中華人民共和国の主張を日本は理解し尊重する。そしてポツダム宣言第8項のを誠実に履行する。この2点は、これは何を意味するかというと、中国、台湾は中国の一部であるということをそのまま日本は認めたわけではない。ああですよ。これ外務省見解だから、理解し尊重するという言葉を補って、ある種両論兵器をした。ところが、これでいいかって中国側にその案文を出したところ、中国はノーと言った。こんなんじゃ受けられない。そこで、ポツダム宣言第8項を誠実に履行するという文言を入れたんですね。ポツダム宣言第8項って何かっていうとですね、1940年12月、チャーチル、ルーズベルト、蒋介石、米英中、この、まあ、連合国の代表がエジプトのカイロでカイロ会談をやった。で、カイロ会談の中身を12月1日、カイロ宣言という形でサインをします。カイロ宣言の中身は次のようなものです。簡単に言えば、まあ、日清戦争以降中国が日本が中国から盗み取った台湾澎湖島は中華民国に返すべしということが謳われています。そこでもう一つ法律が出てきます。ポツダム宣言第8項。ポツダム宣言は皆さんご承知のように日本の無条件降伏を謳った、宣言でありますけども、この第8項にこのカイロ宣言の条項を誠実に履行すべしと謳っている。つまり、カイロ宣言で約束した台湾澎湖島は中国に返還しなければいけないという条項を日中共同宣言であえて謳った。
これは何を意味するかというと、この年、50年前の2月、ニクソン・キッシンジャーが中国を訪問して、歴史的な米中関係改善、和解を得るんですね。その時の合意文書が2月に上海コミュニケとして、双方がサインです。この上海コミュニケの中身を、日本外務省は日中国交正常化で超えない。つまり、米中合意を超えないということを日本外務省の基本的な政策として交渉に当たる前に外務省内で合意をしたんですね。ところがこの、回路宣言で、台湾は中国に返還すべき、つまり台湾は中国に返還すべきものであるという台湾の帰属を明確にすることによって初めて中国側が国交正常化に同意するわけです。でここまでまあ日本側が動いて初めて国交正常化にこぎつけたのは50年前のまあ我々の先輩たちだったわけですね。でそうすると先ほど紹介したように大平さんが衆議院外務委員会で明言したように台湾問題は基本的には中国の国内問題である、内政問題だから干渉しないという立場と、しかし現実には台湾はまだ中国には返還していないわけです。返還すべきだけどまだ返還していないというのが日本外務省の言い分であって、だから現実には中国の主権は台湾に及んでいないというのが日本政府の立場です。ここで基本的にな台湾の現状についての、台湾の主権についての日本と中国の基本的な認識の違いが出ているということなんです。で、アメリカの上海コミュニケは次のような内容です。両岸の中国人、つまり大陸と台湾の中国人は共に中国は一つであるという認識を持っている。で、この認識にアメリカは、ごめんなさい、この認識、こういう両岸の中国人、つまり台湾と中国人、台湾人と中国人は共に中国は一つであるという認識に立っていることを我々はまあ理解する、そしてこれに反対しないと書くんですね。反対しない、だからアメリカは事実上中国の主権は台湾に及んでいるんだということを上海コミュニケで認めているではないかというのが中国側の主張です。しかしアメリカは現実を見ればお分かりのように50年前のこの認識は現実には適用されません。なぜかというと両方のうち台湾人の多くは、中国は統一すべきだというふうには考えていないからです。しかしアメリカはこの上海コミュニティは否定できない。今年の11月、インドネシアのバリ島で習近平とバイデン、初めての対面首脳会談を行いましたけれども、この時バイデンは2つの中国、いや、1つの中国、1つの台湾を作る試みに反対すると言ってるんです。だから3つのコミュニティ、米中間の3つのコミュニティを履行すると思います。つまり、この法的な基礎、米中間の法的基礎は否定できないんですよ。なぜ否定できないかって、もし否定すると米中間の基礎は崩れていく、崩れてしまう。つまり国家関係が成り立たなくなっていく。これが正しいかどうかは別として、これが国家間の関係、国際関係の基礎なんですね。だから台湾の現状についての認識は
日本と中国の間で齟齬があります、これはおそらく外務省も今そういう見解を持っていると思うけれども、しかし大平さんが基本的に内政問題であると国会で発言し、それは今でも生きているという重みは極めて重要だと私は考えています。基本的に台湾問題は中国の内政問題であるということをやっぱり重視すべきだというのが私の見解と、その点では全くご指摘の通りだと思います。話は長くなってしまいました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、お二人、あ、じゃあ3人、4人、じゃあこの4人の方で司会かなっちゃうかなと思いますけども、よろしくお願いします。じゃあこちらの方から、うん、ありがとうございました。すごく単純化すると、米中の覇権争いに日本が巻き込まれて犠牲を負うのは日本であり、最終的には最後におっしゃったようにはアジア人同士を戦わせるのが米国のグランドデザインだということだであれば、その日本がこの意味ダクダクと3文書改定にして米国と同調して同盟組んで、おっしゃったように犠牲になるような事態にのめり込んでいくことに論争はなかったんでしょうか、政権内防衛法は。政権内、うん、政権内って与党内、そうですね、政権これを3文書変えて防衛強化を図った人たち、部署って外務省プラス防衛省プラス政権ですかね、政権というか内閣ですか、3つプラス2でいいですけど、3プラス2じゃないか。政権内部のひそひそ話が私の耳元に聞こえてくれば一番いいんだけども、残念ながら細かい話を聞いていませんけれども、まあ自民党公明党の間では多少の矛盾があり、脅威という言葉を使わなかったのもその一つだろうと思うけれども、ご指摘の問題は要するにアメリカの言いなりいいダクダクになることに対して、政権内部で反発はないのかというふうにもし単純化するとすれば、例えば安倍さんは日米同盟強化論者だったけども、同時に自主防衛論者でもありましたよね。自主防衛、つまり車の両輪路線であって、要するにそれはつまり自主防衛というのは決してアメリカの軍事的影響力から日本が離れることを必ずしも意味しない、つまりアメリカと協力して中国という新しい、悪者をですね、との戦いに勝利するにはアメリカと協力することに一切異論は挟まないというのは日本の政権内部の当然の当たり前の何て言うのかな、一致した意見だというふうに私は思います。役人の中にはそれに反発する人はいるだろうけれども、現職の役人が声を出してそれに反発することはまずありえない。やめてからは文科省次官のようにですね反発する方もいるけれども、現職中の役人が政府の方針に反発することはまずないだろう。自民党 の、 今の力学から言うと最大派閥100人弱の安倍派が、一枚だとは言わないけれども、依然として岸田さんが一番気にしているのは安倍派の動向であって、安倍派のつまり右派勢力がの何て言うか信頼を失わないように政策決定していくのが岸田さんのやり方だと思います。すいません、
今日の話と直接関係ないんですが、最近の台湾のことについてちょっとお聞きさせていただきたいと思います。大滝と申します。最近ですね、最近ってもしばらく前になりますか、台湾で地方選挙が実施されて、与党である民進党が敗北をしたと。それに、伴って蔡英文さんが、党主席を辞任されたということで、日本ではそれをめぐって、中国との中国への統一というんでしょうか、それから独立かとかいうことで、統一の方の世論が高まってきてるんじゃないかという観測があったんですが、私はそうじゃない、そうではないんじゃないのかな、地方選とはやっぱり違うんじゃないのかなっていうちょっと感想を持ったんですが、最近の台湾のその辺の情勢についてお話お聞きいただければお聞かせください。以上です。台湾の民意ってものすごく日本の民意よりもですね、ある意味は成熟しているところがあって、例えば今日お話した本当にアメリカ軍は台湾を助ける気があるのかどうかという世論調査があるんですね。でアメリカ軍、もし台湾有事があったときにアメリカ軍が台湾に軍を派遣するかということを信じるかという質問になんと 52% は信じないと答えています。これはつまり台湾人の多くがやっぱりアメリカは台湾を対中抑止のカードとみなしているということをよく分かっていた上でこういう話をしていると思います。でもう一つ、今台湾地方選、先月末にあった台湾地方選で、民進党、政権与党が、誕生以来最大の敗北を喫したわけだけれども、敗因はこれは私はネットメディアにも書いたんだけども、ご指摘や大竹さんご指摘があったように、地方選のテーマというのは単にその全国的なテーマ、つまり中台関係とか両岸関係とか中国への評価とかそれだけではない、つまり地方性があるわけですよね。日本でもまさに原発立地の地域では原発がテーマになるように、そういうその地方に根ざしたテーマが最大の争点になるケースが多い。にもかかわらず今回の選挙では最初から民進党はかなり敗北するだろうということを言われていた。それで最後半になって蔡英文さんは中国問題を争点にするんですね。これ中国語で4文字で中国に抗議するの抗訪中をテーマにした。そのことが逆に反戦、つまりその反戦意図としてさらに敗北を高めたんではないかという分析が出ています。つまりアメリカと一緒に、中国抑止のために台湾の軍拡を進めることに必ずしも台湾住民は良しとしているわけではない。つまり先ほど紹介したように200万人近い台湾人が今大陸で仕事をしている。台湾の輸出の4割は大陸向けですよね。だから大陸で半導体を使ってこの、スマホを生産しているのは台湾企業です。そうするとお互いのその経済の一体化が強まり、相互依存、経済相互依存関係が強まる中で中国を敵視するだけが本当に台湾の安全保障につながるんだろうかという、そういう説明をする台湾では非常に多いですね。その中で地方選でも、反中国を前面に出して中国的政策を強める蔡英文政権にここらでちょっとチクリとやってやろうと、
という、その民意の反映としてね、今回のその与党の敗北があったんではないかと私は思っています。で、台湾の民意というのは非常に賢くてですね、選挙ごとに全く反対の結論が取れている。総統選で民進党を勝つと、地方選で国民党が勝つ。国民党政権、逆に民進党が政権を持つと、国民党が地方選で勝つ。まあ、そういう、なんていうか、振り子の作用が日本以上にですね、かなり強い要素がある。で、まあ、あと1年ほどで次の総統選を控えているわけですけれども、総統選挙では、民進党は今、副総統をやっている雷清徳さんという、まあ、医師出身の50代の人が、次の総統候補になる予定ですけれども、まあ、各種世論調査では国民党がまだ誰が出るのか分かっていませんので、雷清徳さんが、まあ、かろうじて勝つであろうという、世論調査が多いようです。まあ、いずれにしてもこの間の総統選の結果から、総統選を予測するのはなかなか難しいと思っていました。徳田松と申します。雑誌編集者になります。岡田さんの講演ありがとうございます。それで、まず日本の軍拡が、今進んでいる軍拡が、まあ、あくまでアメリカの戦略プログラムに乗っ取ったものに過ぎないと、それから、まあ、台湾有事というものが、まあ、アメリカによる挑発であって、まあ、つまり少なくとも日本有事につながるような話ってはありえないということもすごく納得しました。ただその上で、まあ、ここでつまり台湾問題というのは中国の内戦問題だから、まあ、日本はほっとけというか関わらないというスタンスというのは、まあ、そうスタンスを取るってことは多分すごく簡単なんですけども、私は日本の一市民として思うのは、まあ、72年に国家間で何がどういう約束があろうとも、あるいはその大平が何と言おうとも、少なくともやっぱり台湾の今の民衆が中国が例えば平和的統一を望んでいるということがあったとしても、少なくともやっぱり台湾の民衆の多数は中国との統一は望んでいないわけですよね。で、完全な独立ってことをもう少数意見である、これはもう中国の軍事的な脅威がある以上そうせざるを得ないと思うんですけど、まあ、少なくともつまり、一つの中国になろうという意思は台湾の民衆の側の多数ではないってことは、日本の市民としてはやはりちゃんと受け止めないとちょっと市民運動としてまずいと思います。これは岡田さんに対する質問ということはなくなってしまうんですけども、つまりこの講演を聞いて、まあ、ある種内政問題だから関わらないぞって言った時に、私たち台湾の民衆と向き合えるんでしょうかっていう問題は、で向き合ったとしてどうしたらいいんだってことはもう自分も答えが簡単に出ない問題し、集中層なんで難しい問題はあえて引き受ける方向に行くんですけども、やはり僕は中国、中華人民共和国が何と言おうとも、多分国境内戦ってもので決着はつかなかったわけだし、2つの国家があるっていうのは朝鮮半島と同じように2つの国家が今あるわけでだし、それが統一の仕方を間違えたら単に台湾民衆への抑圧にしかならないし、でまたもう一つ言うと、台湾は台湾の民衆の民主主義への歴史っていうか輝かしい歴史があるわけですよね。蒋介石が腐敗させてきた中華民国国民党政権っていうものを勉強は分かりました。はい、だからそこの部分ですね。要するに民主は、テーマは民主は、要するにこれまでの約束事をチャラにできるかっていう、そういう質問として理解してよろしいですか。って言いますかね、まあ、つまり民主と法的枠組み、
との関係をちょっと説明、じゃあ最後に。あ、いや、最後に説明、だから最初に岡田さんがおっしゃった、主権と施政権が違うという概念を使えば、多分台湾の民衆は独立はしないけど、施政権を保持したいわけですよね。中国に施政権を預けたくはないわけですよ。だからその問題について私たちどう考えるのか、それを無視しちゃうのか、やっぱりそれは尊重すべきだというスタンスで市民として取り組むのかっていう議論だと思います。はい、すみません。あの小山さん、大変面白いというか、本質的な問題的だと思います。私も実はそのことはずっと頭にあって、私なりの理解をすれば、民主、つまり民意を反映した民主主義は、国家間の役割、あるいは法的な基礎とどういうふうに折り合いをつけたらいいのかというふうに、私なりに解釈しています。で、一つだけその例を挙げさせてください。蔡英文さんが総統に就任したとき、何をやったか。総統に就任するときに、蔡英文さんは孫文の像に向かって手を右手を上げて宣誓するんですね。で、その上には中華民国の国旗がある。中華民国の国旗の左側にある太陽マークみたいな青いマークです。あれ実は国民党のマークなんですよ。それから中華民国憲法、今蔡英文さんが選んだ法的基礎は中華民国憲法。中華民国憲法は1947年にできたものです。つまり蒋介石は大陸を支配した時代にできた憲法を今でも使っている。まあ、一部は修正されました。李登輝時代に岩松さんが加害式、加害式民主主義の歴史とおっしゃったけれども、李登輝時代に憲法の一部を修正して、総統選を選ぶのは中国大陸ではなくて台湾が実効支配している地域のみによって選ばれるんだという修正を加えてるんですよ。で、問題は今の中華民国憲法は一つの中国を前提に組み立てられて、それは変わらないんです。だから蔡英文さんが、でも蔡英文さんは嫌でも中華民国の国歌を歌う。この国歌は 何かというと孫文の意見をそのまま歌詞にした国民党国党歌なんですよ。で、今まで民進党員は絶対これ昭和しなかった。だけど蔡英文は国民、中華民国憲法によって選ばれたからやらせばいない。で、これはね、なんていうのかな、法律と 法律の正当性と民主の大きい垣根をですね作ってると思う。で、さっき申し上げた日中間の法的枠組み、米中間の法的枠組みを崩せないのは実はね、それと同じこと、法的正当性を崩すと国際関係は成り立たないんですよ。で、それはやっぱり民主という非常に重要なその価値がこの30年台湾を洗ってるけれども、しかし国民党一党独裁時代の憲法に従って、その憲法に基づいて国民党旗と同じ国旗に向かってですね、蔡英文がその宣誓せざるを得ないところに、その民主主義とそれから法的正当性のね、その境目があるということを僕らちょっと知っておいた方がいいと思う。そのことを来月号の世界にちょっと長い文章を書きましたんで、ぜひお読みいただきたいんだけど、そう簡単に
その民主だからそれに従いというわけにはいかないんだ。その法的正当性を崩せば日中関係の基礎は全部崩れる、あるいは米中関係の基礎は崩れるから、ある種の虚構を、レナさんおっしゃったように、あの台湾人の台湾の統一を望んでいないにもかかわらず、米中関係では両者が望む統一という言葉がまだ生きている、そういう虚構を否定できないというのは なぜなのかということは、その民主主義の重要度と合わせて我々も考えなければいけないというふうに私は思っています。すみません、十分なお答えになったことがあります。すみません。では最後の方ご質問。すみません、土田と申します。米国米軍の世界戦略が中国封じ込めということで、台湾から琉球、日本列島で封じ込めるという戦略だと思うんですけれども、それで米軍は自衛隊を指揮下に置いて日米軍事一体化を進めていると。で、5年後には自衛隊は11兆円の予算で、軍事予算で世界3位の軍事力になると。しかし米軍の好き勝手に自衛隊を使えるかというと、給料の制約があるので好き勝手には使えない。そうすると自衛隊を軍隊にしてしまう憲法改悪を進めるか、どこかで米軍が戦闘行為を起こして存立危機事態を内閣に認定させて防衛出動をするかという手続きが必要になりますね。そんな面倒くさいことするよりは、自衛隊にクーデターを起こさせて好き勝手に使える軍事国家に変えてしまえば早いですよね。で、この女性不在なんかが日本対話はカードに過ぎないと。で、過去に米国はですね、一国の主権を侵害して、例えばチリの社会主義政権を打ち倒してしまったり、ウクライナにもですね、CIA が介入して親ロ派の大統領を追放したという話もあるようですから、自衛隊のクーデターというのはバカバカしい話なんですけど、可能性としてはないと考えになりますでしょうか。ないことを望むとしか言いようがないんだけども、そういう勢力は一体その召喚の中でどの程度いるのかということを私も調べたことがないんですから、ちょっとお答えしようがありませんけど、本当にないことを望んでいます。すみません、いろいろとご質問いただいてありがとうございました。非常に今日の講座、皆さんの質問でさらに深まったというか、課題も出てきたかなというふうに思いますが、いずれにしろこの作られた台湾有事ということについて、私たちは本当にしっかりと受け止めて、これからの運動に進んでいかないといけないなというふうに思いますし、今日のお話はそういう中で台湾有事とはそもそも何なのかということについて改めてよく分かったお話だったんじゃないかなというふうに思います。岡田さん、本当にどうも今日はありがとうございました。で、今日の講座は以上で終了したいと思うんですけれども、次回がもう来年という形になります。今日チラシを配らせていただきましたが、1月28日、同じこの場所で、内田祥子さん、アジア太平洋資料センターの共同代表ですけれども、杉並の区長選挙で、岸本区長誕生に大きな役割を果たされた内田さんに、そうしたことも含めて地域から考える暮らしと希望というテーマでお話をしていただきますので、ぜひ、来年、の講座にもご参加をよろしくお願いしたいと思います。これからもさまざまな活動などが予定されているかと思いますけれども、寒い季節、インフルエンザとかコロナとかいろいろありますので、防寒対策、感染対策をしっかりして体調万全で、これからの運動を一緒に頑張っていきたいと思います。今日の講座で、今年の講座は全て終了しました。また来年もよろしくお願いいたします。では以上で今日の講座終了したいと思います。どうもありがとうございました。最後なんですけれども、この会場をですね、片付けるという